はい、どうも皆さんこんにちは、マオと申します。じゃあパルスリーウツやっていきたいと思います。ここね、別の面に、まあ、前回も言ったんだけど戻れなくなってんだけど、その当時子供の頃戻れないっていうことに対しての不安がすごくて、別に戻って何をするわけでもないのに戻れなくてすごい不安だった記憶があるんですよね。うわー、ドドスコスコス、ドドスコスコス、怖っ。これどうしよう、ドドスコスだからこれはブルにしといた方がいいな。おとなしくブル、おとなしくブルにして、ドドスコスのドドスコスダブル、やべえ、お化けもいるし、お化けもいるよ、ドドスコス。いやー、これ下まで行ったら出なくなるのか。優しいかよ、これワリオに当てたらワリオ死んじゃうかもしれないっていう忖度を感じる。よいしょ、あんな殺意高いやつ落としてきてんのにね、危ない。とよし、 OK、 これは踏んで捨てる。いやー、迷いの森感すごいよね。お化け来とる、お化け来とる、すごい勢いで来とるよ。これ大丈夫か、こっち来るな。とー、よし、ナイスジャンプ。また来る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 、そっち行くんかいって思ったよね。あと壁に対して弱いんかいってそう思う。危ねえ、ほら潰しておく、危険なものは潰しておく。これ中間かな、多分。ここ結構難かった記憶があるけど、やっぱ大人になった大人しんちゃんこと真央さんは全く意に介さずに一発でクリアしてしまいそうだね。いやー、やっぱりね、大人になってからね、結構そのアクションゲームだとかさ、 FPS だとかさ、そこら辺全くやってなかったのをやるようになったから、才能が芽生えちゃったのかもしれないね。もし子供の頃から危ない怖いよ許して、はいはい、あ、ここフェイク、ここノーフェイク、ここノーフェイク、壁撃、壁撃はやばい、壁撃、おいおい、なんだライン作業みたいな、同じのばっかりじゃないか。ここジミムズポイントと認定しましょう。よし、ブルルダンじゃないの、ブルルダンじゃないの。あ、ジェットがいるなら取っときましょう。ここでジェット、あぶねー、よいしょ。やっぱりね、あの大人になってくるとその怪我を恐れるんだよね。大人ってその子供と違って怪我してる場合じゃないし、仕事あるしさ、足骨折なんかしたりしたらさ、もう基本的に生きていけなくなっちゃうからさ、そういうところを考えた大人のこの転ばぬ先の杖的な選択肢が、よいしょ、大事なんだよねと思って、本当に一発クリアしてしまいました。あ、しかも60円あるから、これはちょっと景気づきに、この今回のパートの動画の景気づきに一発ぶちかましていきましょう。来いや、せいやせいや、はい、うーん、勢いついたね、すっごい勢いついたわ。帰ります、帰宅します。くそが、もう何故に次のステージはさ、沼から上がってきて、沼でなんか地獄の沼みたいなとこだったけど、沼からバッサリ上がって、ここはなんかトロッコのレールがあるね。あー、トロッコ面ですね。これは、無視して空を飛びます。あー、しかもここのトロッコ面すげえむずかった気がする。そうか、こっちか、俺がむずいなって思ってたの。あっちのステージは違ったのか、まだ序の口だったのかもしれん。問う、危ない、問う、鳥をゆっくり倒す。いやー、小さくなったってワリは戦えるぞというところを見せていきたい、お客様に見せてきて、ここはね、多分ズダダダボンっていかないといけない。これ逆側から無理やり行こうとしたらできなくないけど、ここはあえてワリオの命を、おお、ジャンプ力すげえな、おめえな。ちょっと待って、これは取りたいかもしれん。ここ絶対ニンニクでしょ、ここもニンニクしかないのよ、ニンニク以外に選択肢がない、ニンニクでしょ、はい。じゃあ逆側かな、あっち側も行ってみる。もういいよ、分かったよ、見たいよね。ここに何が入ってるのか気になって夜も眠れません、20代女子。おわ、もうなんだよ、両ハートか、危ねえ危ねえ危ねえ。よし、俺大ジャンを手に入れたワリオはちょっと一味も二味も違うよ。これ下から行こうか、あえて。ん、
あえて 下に行った必要はあったんだろうか。大じゃん。これもあれか。なあ、やばい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 。トロックさん行かないで、トロックさん行かないで。うおお、行けたわ。人間信じると意外といけるぞということが分かりましたね。で、これで一回トロック終わりか。この爆弾のところをさっさか抜けていき、爆弾かドーン、テテルテテテ。これゴールが、何が起きるかというと、体大きくなりまして水が抜けるんですね。ここの謎の沼の水全部抜く。外来種が大量に出た。これで水がパンパンになったところが戻れるようになると。じゃあ今回の動画の景気づけに1回だけちょっとギャンブルやってみましょうか。これで2倍引けば、よし、30ゴールドか。まあほどほどだね。まあ言ってもノーミスで進んでるからやり手でしょ、言ってね。さあこういって、さあとうとうトロッコの入り口、ぐるっと回って向こうのトロッコに行きそうだから、これもトロッコ面じゃないかな。トロッコで遠くに行こう。あ、そう、左スクロールだ。でででででで、この BGM 超好き。でででで、ドッドン。こいつやり地味邪魔してくれたので潰します。あー、この音楽超好きだし、この面好きだった記憶がある。あ、ダメだ、バスケットボールになってしまった。お前ボールな。あ、列車が動き始めましたね。ガタンゴトン言っとる。ガタンゴトン、ガタングトゥン、ガトゥン、ガトゥンゴトン。なんかたまに新幹線乗りたくならない？たまに。さあ強制スクロール始まりましたが、そう、なぜ列車に乗ってるんだから別に強制スクロールになることなくないって真央さんはちょっとそう思うんですよね、たまに。さあダブルブーメランになってしまうと危ないので、しかもなぜかこの列車乗ったままでは入れない。乗り捨て、列車を乗り捨て、しかも左スクロールっていうね、左スクロール慣れてないから体がねびっくりしちゃう。これ落ちると死ぬんだっけな。まあ死ぬだろうね。列車から飛び降りることは無理だろう。てかこれの軌道、これな、何、どういう仕組みで動いてんのお前っていうね。危ない、よし、駆逐。これ貨物もう切り離しされてるじゃん。サンジが切り離してるぞ完全に。ミスタープリンスがこれドラゴン取らないとなんか取れないんでしょ。だったらドラゴン取るよ、分かったよ。ドラゴンにはね、あの鳥のボスを倒すのに協力してもらったからな。あ、ドラゴンでよかったかもしれん。これ逆ドラ。あ、ハートだ、取れない、ハートが取れないので、よし、焼き殺してこっち側。いやー、ドラゴンじゃない方が良かったかもしれない。トゥ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 、鳥が飛んでくるが、あの鳥虚しくないのか、人生が悲しくなりそう。これ次下だな。これなんかマリオ RPG のライン川下り思い出すよねって言おうと思いましたよ。炎出す、潰す。あ、でもこれ炎で良かったわ。こっちの方が簡単に攻略できるよ。さあこのドラゴンをおとりっていう制作側の気持ちを感じ取った。焼き殺し、せいや、ハートもゲット。このこれどういう仕組みなのこれ。あ、到着しましたね、駅に。中間なかったっけここ。ドラゴンで あった必要はなかった。危ない。あそこで無に吸収されてるのが意味わからないな。ここ別にコインなしでいいんだな。このコインありでないと外に出れないときと、なしでないと出れないときの差よく分からんよな。じゃあ今回の景気づけに1回だけちょっとギャンブルやろうと思います。これで2倍引けたらこの動画はかなりいい感じになると。やったね、マオさん持ってる。うぅ、100コイン。いや、幸先いいですねこの動画。いいよこれ、かなりノリノリになってきたね。106コイン、いや最高。いやー、たまんねえな。これもっと当たると思ったんだけどな、確か。で、トロッコで移動しまして、え、ここまでしか行かんのだ。ここまでしか行かんのだ。木の根元に来たね。あー、これクソめんどくせえやつだ。この雷。雷をこうやってぶち当てると、こいつが10円になるんですよ。神ステージ。雷ぶち当ててくれ。やれ。
よし、オッケー、ナイス。これ10円欲しいのよ。10円が欲しいのよ。なくなっちゃったのね。でもこの雲よりも高い標高、えげつないからね、これ。まるでワリオが簡単に登ってきたように見えただろうけれど、これも標高えげつないことになってるから。これビカビカおじさんね、意外とエイムがばってるし、当たり判定ないからしょぼいっちゃしょぼいのよ。よいしょ。そこまで脅威じゃなかった。なんかめんどくせえとか言ってごめんね。ドゥ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 、めちゃくちゃ雷鳴らしてる。怒ってる。俺が悪口言ったから。さあ、木の樹液を通って、なぜか木の中にもタツノオトシゴがいると。すごいおしゃれな水族館だったらありえるかもしれん。ありえる。これ爆速で、ここはハートで、上の樹液が出てる感じが出て、俺昔チビワリオになったらあそこの隙間行けるのにな、みたいな。あ、来たぞ。みんなが大好き、みんな大好き、みんな大好き、みんな大好き、10円製造機、10円製造機、じってー。最悪、10円製造機いなくなったし、もうせっかくの10円ゲットの機会がまだあったぞ。まだあるけり、あー、無理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 。それは焦ってしまうからね。もうなんだよ、クソ。これ中間取れそうだな、きっと。ここ中間、真央さんの直感ではここは中間を置いているところだね。すげえ攻め、電話ボックスみてえな。電話ボックス中間ポイントなのよ。これコイン取って一回戻る。なんか下にあのやりくり棒が2匹いると、ちょっとゴキブリ感が出てちょっと嫌だったね。なんか生理的にちょっと嫌だなってなった。ジェットで移動する。タツノオトシゴ、これね、どっちだっけな、なんか 2方向あんのよね。いや、3方向ありました。これ正規ルートっぽいな。やだな、正規ルートやだな。あ、正規ルートだな、やだな。なぜなら他のルートを見たいから。お宝があるかもしれない。鍵とか、あ、ドラゴンか。ドラゴンやってみる。ジェット好きなんだけどな。まあ、ドラゴンだとこの邪魔タツノオトシゴをしょれるから、しょっていく。ペー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 。俺ドラゴンへの信頼感、あの鳥ボスのおかげですげえ。ああ、戻っちゃったー。これなんだ、パパスみたいなことやってしまった。おっと、間違えたな。パパス、よいしょ。ん、ニンニクか。ドラゴン必要なかったじゃん。あれ、こっち正規か。どっちが正規か。鍵か、いるのか。鍵どこにあんだろう。それこそあっちの正規ルートかな。危なーい。怖、降りんの怖、降りんの怖。ここ、どこにあんだろう。でも今んとこ探索漏れないから、多分正規ルート行った後に鍵を持って戻ってくるっていうことをしないといけないんだ、おそらく。だからきっとこの上にあるよ、鍵は。きっと見つかるよ。なかったわ。あったわ。本当にそうだったわ。もう、よし、到着したぜ。ガキン。これどうやって運んでんだろうな。頭に乗せるっていう、本当にクレヨンしんちゃんみたいな。なんか外の空気かわ、かわいい。そしてこれは新庄のつけていたグローブー。新庄はずっと同じ革のグローブを使っていたらしいね。徐々に宝物めんどくさくなってんじゃん。 L が1個抜けてんな。あ、なんか抜けてんな、気になんな。まあとりあえず赴くまま、見つけられるままに行ってみましょう。よし、ゴール到着。54円あるね。まあここは貯蓄かな。1回賭けに勝ってるからね。1回賭けに勝ってるから今日は勝ち逃げしましょう。なんかあんまりね、外れ引いちゃうとちょっとあれかもしんないんで、この面は全部成功したということにして先に進みましょう。森を抜けて、さらにトロッコ。トロッコだよな、多分ここトロッコだった気がする。トロッコ面だったような気がする。ユートロッコ面楽しかっただろ。左スクロールの次は右スクロールさ。右スクロールのトロッコだって君は乗りたいだろみたいな、その忖度を感じる。ほら、やっぱこの地震が強すぎるわ、マジで。アースクエイク、ヒップドロップ。ヒップドロップってさ、もしかしてこのワリオのここからできたのかもしらんね。起源がどこだか分からんけど、64より先にあるもんな。マリオ64でヒップドロップがあったのは覚えてんのよ。マリオ64でヤッフーっつって、なんなら三段跳びまでしてたからね。オリンピック選手
もうびっくりの。うわ、ここら辺壊しときたいね。なんもないね。さあ乗っていきましょう。トロッコスタート。コインがいっぱい、しかも短い、短ストロークだな。なぜか跳ね返るトロッコ。物理法則とは、物理法則とは。すごい短ストローク。あ、大丈夫か。なんか右側になんかあるんかなと思ったけど、今の自滅すべきじゃない。今の自分の放った殺人ブーメランが体に刺さってうぐってなるべきじゃない。危な、こいつほんと嫌い。こいつは中間を取る前に潰しておきます。中間を取ったら復活しようがしまいが。10円を入れる。よし、今ダンクシュートだったね。お前ほんと嫌い。お前はほんと嫌い。めちゃくちゃ強い。あいつ多分最強格だと思う。ジェット取っちゃう？しょうがないな。でもジェット取るとね、次こいつが倒せなくなるんだよね。倒せたわ。よいしょ。ガタンゴトン言っとる。ガタンゴトン走ってるよということを俺に伝えたい。これはやられる前にやる。あー、死んじゃった。残虐非道な殺し方をしてしまった。これ3つきれいに取れるところがいい。ダメでした。成果が残せませんでした。ポロポロ。これトロッコ乗るタイミングじゃなくて、トロッコが走り出したいタイミングで走り出すんだよなこいつな。割と身勝手の極意。よいしょ。ドラゴンボール超皆さん知ってます？僕アニメじゃなくて漫画読んだんですけど、結構面白かったっすよ。これここでこうやって急いで壊すの好き。下からねじ上げる感じ、あの反動なくいけるの、あれ好きなんだ。あれが好きなんだよ僕は。好きだからやらせてもらってる。そこに何の忖度も何もない。何を言ってるんだろう。くらえ。これ顔面を股間で体当たりしてもぶっ飛ばす。危ない。あ、ちょっとやばいかも。あ、ちょっとやばいです。すいません、飛ばします。あ、やばいです。すいません、飛ばします。ここなんかあったんかな、なんかあったんかな、なんかあったんかな。あ、コインだけだ。きっとコインだけだ。自分にそう言い聞かせる。いやー、ここブルだったな。いや、ブルで来るべきだったよ。完全にこっちでは間に合わないようにできていたのだ。これさっきフェイクで何もなかったから、次は今度こそなんかあるんですよ、こっちに。何もないです。何もないんかい。これタイヤがめちゃくちゃ木製だけど、これ大丈夫なんか。いつの時代のやつなんだろう。そこの下のさ、黒ブロックっていうか分からんけど、一回叩いたら黒になっちゃう、あれすごい気になるよね。あぶねえ。最後の門番、はい、最後の門番2。多すぎるんよ。よし、クリアだけど、これなんかあそこのところでなんかあったらやだなーという。まあでも宝はなさそうだよな。あるかな。でも N と O だもんな。あと NO! イエスノー枕の NO が出てるから。ボスに行きますね。おー、サクサク。よし、ボス倒してあるぜ。コース36。ナンバー36。ここなんだっけな。ボス面だから。あー、雷ビッカーガチ勢だな、こいつ。これはブルにしとこうか。ここのボスな。危ない！いてー！マジか。やばい。雷ビッカーがちょっとガチってきてんな。ガチで殺しに来てるタイプの、ガチで殺しに来るタイプの敵。雷ビッカーに当てさせたいが、ほい、燃えろ。よし、あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ、クソあぶねえ。はい、燃えろ。はい、10円。はい、最高。これ雷ビッカーにここやらせたら割れんのかな。割れません。雷にそんな威力はありません。ワリオの体当たりの方が強いのでさ。危ない。たまに2連撃二重の極み打ってくんの、なんだあれ。これは行ってもらって、あー、邪魔くせえな。おいしょい、ダメだ。ちょっと待って、ぐだってる。はい、タン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 メンで、これでぶっ壊す。特に何もないのかい。ぶっ壊しいの、危ない。詳しいのなんかあるじゃありませんか。これ中間か。あ、違う、大ブロックだ。これはこの、あ、デカハート。これは、あ、息アップか。めちゃくちゃレアリティ高えじゃん。ワリオにもハート、ワリオがハートを持つことによって燃やしたいな。ダメか。一生打ってくんだけど。何あいつ、どうした。ぶっ壊れた、とうとうぶっ壊れたぞあいつ。どうしたの。
あそこに何か見えてたぞ、完全に。怖いわ。ハートか。何か見えるタイプの。あー、雲とはお別れだね、ここで。危ない。よし、オッケー。あー、嫌なステージ見えてきたよ。ここの集大成って感じだね。中間ゲット。これはニンニク取って。やーばーみー、やばみ沢なんですけど、こうだ。絶対頭ぶっ壊れる。はい、楽勝。段差にも勝てないようでは。危ないです。ダメでした、勝てません。やっぱり段差には勝てなかったよ。急げ。危ねえ。ワリオのモヒカン焦げてたぞ。ぐるぐるゾーン終わりかい。待て、あー当たんねえな、うまく。ダメだ、待機自動してるあいつ。はいはいはい。あ、これもしかしてドラゴン取っといたらボス楽勝で倒せるタイプの。これ雲炎で焼けんか。焼けんわこいつ。当たり判定もないが、当たり判定もない代わりに殺せないようになっている。ここのボスはね、ちょっと記憶に残ってるわ。結構ね、フォルムとしてはかなり完成された、完成度高い系のボスだったんだよね。トウジャンプ。危なーい。危ねえ。ほら、危なーい。よし、いいぞ。危なーいって言うとすごく飛べる。トウ、いけんな。ここも出てこないか。出てこない。よし、しょってしょって。いいぞいいぞ、いい感じ。来たぞボス。これなんだ、ニンニクか。悩ましいとこ。ドラゴンに行ってみましょう。ドラゴンの体勢、これドラゴンちょくると。お化けだ。ワリオはなんとお化けが嫌いなんです。ゼニスキーさんみたいな。ゼニスキーさんに触れられるとワリオは固まってしまうのです。ダメだ、ファイヤー効かねえや。こいつファイヤー効かないのでめちゃくちゃ点滅するやん。お化け怖え。俺出してこいや、ゼニスキーさん。こいつめっちゃ金好きなんだよね。あ、お金だお金だと。当てる。あー、ダメだ、怯えてる。あれ、これ当てればよかった気がするけど。危ない危ない危ない、やられる。ワリオがやられる。はい、カモン。ワリオ普通にお化け、痛え。とうとう槍がぶつける。あー、あれぶつかんねえな。ちょっと待って、ちょっと待って、攻略法が俺の記憶の攻略法と違う。これ普通に10円ぶつけんだっけ。10円でもいけた気がする。やめとくか、一回やめとこう。ゼニスキーさんやめて。よいしょ、ほら、くらえ。ダメでした、俺の10円返して。俺の10円返して。すごい透過率、ピングかなんかで。危ない。あー、ちょっとこいつ長期戦になってる。動きが不規則すぎてむずい。てってって言って、ってれれれってれれれってって、来いや。全然お化けださん。来た。おい、おい、おい、よっしゃー、一発一発。しびれて、しびれて動けない。幕の内チンポ。あー、くそ。今のはいい、大事にしたかった。大事なところにしたかった。大事なところ。まだ、はい、カモン。カモン、ベイビー。まだ、まだ。これ、下抜ける。はい。来いや、来いや。まだ来ない。来る、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 来るぞ。ムーブを読み始めた。トーンタン、くらえ。よし、 2ヒット、ワンチャンいけるぞ。ワンチャンス、ワンチャンス、一発でいける。一発。まだまだまだ、これは違う、これは違う、これ見るとこ。3連弾来た方がいい。危ない、いける。よっしゃー、嬉しい。一発でキラキランキラン。こうやってね、金縛りにあったとしてもね、マオさんみたいに、はあ、お金が全然取れない、 お金が全然取れないよ。くそー、大きくなっちゃった。ふう、悔しい。ギャンブルいきます。これは引きます。勝ち逃げします。おっしゃー、300円。これもう一回やったらさ、でも700になるんだよね。これもう一回だけ。こっち、うん、いけ。よー、持っとる。はい、もう勝負しません。ディーラーさん残念でした。マオさん、このまま勝ち逃げさせていただきやす。ありがとうございました。やば、終始プラスじゃねえこれ。やっぱりね、大きい勝負どころでこういう風にがっつりと稼いでいく、これが大人の勝ち方なわけでございますよ。これが大人の勝ち方。ふう、嬉しい。めっちゃ至福の業務。いやー、沼が当たった時と同じぐらい気持ちいいな。
なんかサミタっていうあのパチンコのアプリなんかあるらしいんだけど、それで沼があるらしくて、本当に沼がたまに当たるらしい。先輩が言ってた。クリアーてってれー。さあとうとうラスト面でございます。シロップキャッスルだね。シロップキャッスル反転してますよ、色が怖っ、幻想がメロメロしてますが、まあ、最終面行く前にちょっと次回はせっかくなので、ちょっと一回飛ばしたね、よいしょ、激ムズ面の一つである、あれ、あ、こっから行かないといけないのか、左側行ってみましょう。ということで次回は、最終面の前に、こちらの、シャーベットランドやっていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。